木津駅周辺木津川市は京都府の南部に位置する市。奈良時代に国境が置かれた。京都府の市としては最南端に位置し、南は奈良県奈良市に接している。近畿地方を代表する大都市である京都市及び大阪市都心から共に約30から40キロメートル、また奈良市中心部から約8キロメートルに位置し、上記の交通事情と 相まって各都市のベッドタウンとなっている。また、証券など日常的な関係においても、隣の奈良市に買い物に行く者も,も多いなど、奈良市との結びつきは極めて強い。市の南西部は相良ニュータウンを形成する住宅地である。2007年3月12日に京都府相良郡の木津町、山城町、鴨町の山頂が合併し、木津川市となった。 木津川市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の7枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。木津川京都府の南端に位置し、市名の由来となった木津川が流れる。地域西部で湾曲する木津川に沿って形成された平野部とその縁をなす、なだらかな丘陵。 および北側、南東側の山地からなる。また、鴨地区東部に笠木町の飛び地が点在している。また、市を縦断する形で、国道24号が横断する形で、国道163号が通っており、市内で交差、合流する交通の要衝である。また鉄道は、JR 奈良線、学研都市線、関西本線が木津駅で合流し、 西部には近鉄京都線も走っている。河川町名別の町名でも同じ郵便番号が存在する。旧木津町は旧町名を使用せずに大技表記。旧鴨町の町名は南鴨台を除いて、鴨町旧山城町は山城町となっている。XX は町名を表す。ニュータウン、関西文化学術研究都市のニュータウン開発などにより、 全国でも有数の人口増加率となっている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると9.61%増の69,768人であり、増減率は、付加26市町村、36行政区域中ともに、主位、山頂合併に至るまでの経緯京都府、木津総合庁舎市長役所付機関市議会。 木津川市議会議員の定数は20人。木津地方合同庁舎木津警察署京都山城、総合医療センター海外2020年現在、海外の姉妹都市、定型都市は存在しない。しかし、毎年中学生をアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカ市にホームステイさせる海外派遣事業がある。国内4モール高野原関西文化学術。 研究都市の一部であり、国や多数の企業の研究所が所在する。農業工業商業木津駅現在、大和寺線奈良山駅と木津駅との間に新駅を予定している。奈良県奈良市にある高野原駅が最寄りとなる地域もある。奈良交通の路線のほか、9丁単位で以下のコミュニティバス、福祉バスが運行されている。市ではこれらを再編することにしており、 2008年11月から、まず、鴨地域、山城地域について、社会実験を行っており、さらに2009年からは、木津地域でも、社会実験を行う予定。なお、聖火クルリンバスも、聖火南中学校、スーパーフレスコ前館で、東市内を通過する。カブト大地区からは、先2カ所と桜が、丘の合計3停留所が近く、 奈良交通の直通路線がない京阪なプラザ方面の用事に便利である。京都府木津川市木津川沢が施工速道路国道、いずれも一般国道番号がは各く、木津川市の大動脈である。府県道道路案内標識の表記は、通常ならば、京都、奈良のように行政区分名をつけずに、木津川となるところだが、河川の木津川との混同を避けるため、 傷が足という表記となっている。幼稚園、保育園、公園かきの公園は、都市公園法で定められている公園であるなす。きゅうり、イチジク・かき、くじょうねぎ、みずな、たけのこ、ちゃ、ぶどう、えびいも、だごぼうなど。傷地域山き、地域しろちいかも地域ありがとうございます。